それでは最後に東龍から皆様に御礼のご挨拶があります。本日はたくさんの方に参加いただきありがとうございます。怪我っていろいろあっての相撲人生でしたけど、こんなにたくさんの方にお会いしてもらってありがとうございました。家族に感謝の気持ちいっぱいです。